三船急増は、日本の柔道家。ダニーは、行動艦柔道柔弾、大第二本武徳会柔道半士、身長159センチメートル、体重55キログラム。小柄な体型ながら、空気投げなどの新技を編み出し、1945年最高位の柔弾を、授けられ名人の賞を受ける。理論の可能、実践の三船と言われ、柔道創始者である。 加納寺五郎の理論を実践することに力を入れたことから柔道の神様とあがめられた。出身地の岩手県久慈市に三船十段記念館が建てられた。三船急蔵と、加納寺五郎1883年岩手県九古郡、久慈町に生まれる。久慈神城高等小学校卒業後、軍役所に勤めるも数日で退職。呆れた父は、 一ノ関中学から遠く離れた仙台二中に進ませた。そこで柔道に出会った三船は詳しく学ぶため、第二高等学校に通い詰めて、師範の大和田義和に熱心に教えを受け、後に仙台二中に柔道部を作った。仙台には三船と互角に戦える相手がいなかったため、1903年に上京して高等館に入門、横山作次郎の弟子となる。 1904年に、早稲田大学4科に入学し、翌年には、慶応義塾大学ぶり在科に入学した。玉社、王社、かかと返し、三角がため等多数の新技を発明し、その真髄と言えるのが、墨落ちである。行動館では、横山作次郎に指示、行動館指南役、東京帝大、明大、日本体育専門学校、 旧制日本大学中学校等多数の大学、専門学校、警視庁等の柔道師範として、柔道の普及、更新の育成にも多大な功績を残した。1954年、久慈市名誉市民。1956年、市住法省。1961年に、文化功労者に選出される。1964年には、君三党局日中受賞を受賞した。 柔道審判員としても活動し、1956年に東京で開催された世界柔道選手権大会で審判を務めている。1964年の東京オリンピックでは柔道競技運営委員を務め、国際的競技としての柔道の完成を見守った。その翌年の1965年1月27日、高等主要と肺炎のため81歳で営民、同日、 君二等随法賞を授与され、正恩位に除される。若き日には、後年最後の連合艦隊司令長官となる小沢寺三郎に、柔道の技で橋の上から投げ飛ばされたというエピソードがある。なお、三船の墓は、鎌倉市内の霊園にあり、その霊園には小沢寺三郎の墓もある。小柄な三線が、すいすいと体をかわすだけで、相手選手が面白いように転がる。 空気投げの様子は、当時の講談者たちからは冷ややかに見られていた。また、三船自身も、下の者に対しては成功していたものの、実力対等の相手に対しての有用性については、一末の疑念を抱いていた。1930年11月に開催された第一回、全日本柔道選手権での特別試合において、佐村海一郎七段を、空気投げで見事に投げて一本勝ちを収めて2万人の、 大観衆の前で技の効果を証明すると、会場の明治神宮外苑スモーは大きな拍手に包まれたという。三船によると空気投げは相手が大きいほど技を決めやすいという。故郷久慈市の名誉市民第一号で、久慈市では1958年に三船記念館を設立。1990年には三船縦断記念館が設立され、三船縦断配送脱柔道大会。 三船十段杯国際親善柔道大会を開催している主な出身者に 65kg 級元世界王者の柏崎勝彦などありがとうございます。